崖の中から発見された巨大な卵はなんとモスラの卵であった。なぜこんな場所に眠っていたのであろうか。とりあえず怪獣病院に運んだけど、父さんどうしてモスラの卵があんなところにあったの？あれは私がこの島に赴任してきた時のことだ。今でこそこの島はゴジラを中心に結束しているが、当時は移住してきた怪獣たちの間で争いが絶えなかった。モスラとバトラの戦いもそんな争いの一つだった。バトラから2つの卵を守りきれないと判断したモスラは、その一つを仮死状態にして島のどこかに隠した。それがあの場所だったとは。そうだったの。へえ、モスラも苦労したんだ。なんだ君まだいたのか。お、だいたいそれは私が注文したものだ。あ、ごめんなさい、ついうっかりって感じで。これはまた失礼しました。変わった光源な。変わりすぎだ。どこ行くんだ美里。モスラの洞窟、卵を持って行って温めてもらうの。なるほど、今のモスラにとってあの卵は血を分けた兄弟だ。肉親の情がきっと卵を孵化させるに違いない。新たに発見されたモスラの卵、美里はこれを孵化させることができるのであろうか。